バイキュアの夕方のコーナーでございます、いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとですね、すいません、ご心配をちょっと体痛くてですね、はい。で、昨日はね昨日痛かったですね。でちょっとお休み、今日は午前中特にお約束なかったのでちょっと寝てですね、はい。そしたらなんか調子、別になんか痛みが引いたんで、あそうだということでちょっとね、はい、で作業うんぬんではなくて、CB190SS、はい、ちょっとねこれ下取りさせていただいたんで、で、まあ、これちょっと一回りしてみようかなと思いまして、でちょっと乗ってきました。で GoPro つけたんですけど、案の定やっぱりですね、回転、ある程度のスピードになるとですかね、ノイズが出ちゃうんですよね、喋るとね、はい。あと音、何なんですかね、マイクが良くないのか、あとなんかこう、やり方がいけないのかね。止まってる時とか、走り出し、まあ、10キロとか、まあ、この辺の道路行く、出るまでは、普通に大丈夫なんですけど、なんかノイズがね、出てしまうということで、すいません。動画がないんですって。で、とりあえずこの後に、グラディウス。こちらも一回りしてきました。はい、こちらもやっぱりダメマイクを変えたんですよ、ね、マイク変えてみたりで、ちゃんとねいろいろやってみたんですけど、何がダメなんですかね。でもほら以前大丈夫なのあるじゃないですかと。私はね、でもキャブ車は大丈夫みたいなそんなことないですか。インジェクションだからとかないですよね、まあでもそんなのも考えられなくもないなーなんて思いながら、はい、CB190SS はですね、非常にいいバイク、まあ、ホンダです、やっぱり、はい、スムーズ、乗りやすい、変な癖はない、エンジンも非常にスムーズ、多少振動ありますけどね、4000回転ぐらいからですかね、ステップのあたりにこうちょっと振動が出てきますけど、ただ、レッドゾーンが9500回転ですか、それぐらい、そこまでね、いわゆる、よどみなく回るって感じですよね。はい、まあ、これが、まあ、作ってるところは中国のホンダですけども、会社ですけども、それでもやっぱりね、ホンダの技術っていうのが当たり前ですよね、まあ、クオリティっていう部分に対してもやっぱホンダの品質でそのなんかあると思うんですよね。だからそのあたりをやっぱり基準をねクリアしないと、出さないっていうのはあるんじゃないかと思うんですが、はい、もちろんねいろいろ見るとやっぱりちょっとあれっていうところあるんですよ。うん、スイッチボックスがね、ハンドルのスイッチボックスが少しこう動くとかね、ガタガタとかね、まあ些細なことなんですけど、まあ、それもねちょっと直そうと思えば別にほらなんかテープ入れて固定するとかね、うん、できるんであれなんですが、はい、掃除、まああれですよね、エンジン非常なんていうんですか、よく言えばね、エンジンの存在を感じさせないそういう流して走ってると本当ですよね。いわゆる主張してこない。うん。だから、ある意味、こう、乗りやすい。うん。非常に、だからこのバイクは、おそらく、どんな時でも乗ってね、いわゆるそういうことですよ。毎日の通勤とかね、あと、こう、ちょっと、気分が乗ってる時と、そうじゃない時ってあるじゃないですか、やっぱりね、乗っててもね。で、まあ、車以上に、やっぱりそういうのがシビアに出てくる乗り物だと思うので、で、まあそうですよね。たとえ疲れていようがなんだろうが、このオートバイだったら、とりあえず乗れるのかなっていう、そういうバイクです。はい。イメージ的にはやっぱり CB400SS とかね、ああいうのになんとなく近い感じがしますかね。あれもね、エンジンの存在が感じないくらいスムーズに。しかも5、60キロで走って、ね、高いギアで走ってると、本当に、あれこれエンジン単気筒なのっていう、本当にこれなんかちゃんと回ってんのね、本当にいいバイクですよね。わかります。わかります。はい。でも、結局ですね、面白いかどうかって言われてしまうと、まあ、これはこれでいいですよ。で、まあ、もちろん、まあ、あとね、一番こう気持ちいいなと思うのは、5000回転から6000回転、5000回転ぐらいから、ちょっとね、スロットルをこう、少しこう、カッと開けると、ぐーって加速する、そのトルクの出方っていうんですかね、それがね、気持ちいい。うん、これは気持ちいい。うん、間違いないです。はい。190cc でしょ？まあでも、そうですね。
うん、でもうね4000、5000回転ぐらいで普通に走れちゃうんですよ、うん、全然あのギア、いわゆる回転高いなっていう感じじゃないんでね、うん、非常に乗ってて、うん、あとはやっぱりデザインですかね、これいいですよね、うん、あ、これを声だけ残して画像をこの箱の走ってるところの画像にすればいいんですかね、映像にすればいいんですかね、なんてね思ったりもしましたけどはい。で、まあこれ中古車なんでね、いろいろ例えば ETC のがついてる 2.0 ですよ、 2.0 ついてたりとか、あとリアキャリアがね、ついてたりとか、そういうのがございます。はい。ですので、まあ、その分を考えれば、まあ、お得感は高いかな。あと、もちろんね、新車買うよりは安いですから、はい。お得感が高いんじゃないかなって私は思いますが、はい。いかがでしょうか。はい。そうですね。最近のバイク、やっぱりちょっとね、少し尖ってるみたいなね。まあ、MT25 とかありますし、あと CB250R とかね。まあ、CB250R ヘッドライトね、丸くてね、昔ながらのデザインっていう感じもしますけどね。でもやっぱりね、ちょっと、形はね、結構尖ってますからね。はい。今風ですよね。で、やっぱりこう、ちょっと少しこう、やっぱレトロっていうか、まあ、昔ながらの、いわゆるシンプルなオートバイみたいなのがいいなっていう方にはね、まあ、デザイン的にもね、なかなか、いいんじゃないかと、そんなことを思ったりしますが、どうでしょうか。はい。面白いですね、このタイプと、あとアドベンチャー、ね、タイプと、あと今時のね、スポーツネイキッドみたいなね、タイプと、いろんなバージョンがございます。はい。メーカー希望ホール価格はないのでね、あれなんですが、まあ、当店での新車の販売価格は一応42万9800円乗り出しということでやらせていただいておりますが、ただメーカーじゃないですね輸入元に在庫がなかったりするので、その場合はね、まあ、お近く の靴下さんとかアイドルだったらあると思いますからね、もし、買うところをこだわらないということで、あと近くでね、近くのお店がいいな、で近くにそういうお店があるんであればね、そういうところで買っていただくのもいいのかなと、思いますが、私もね、そっちをおすすめはしてるわけじゃないんですけど、いろいろありますからね。はい。で、あとですね、グラディウスもね、その後ちょっと乗ったんですけど、まあ、グラディウスはすごいですよね。はい。V ツインの 650cc でしょ？で、クラッチだけで発進できますから。クラッチでグッてやるだけでもうスーって出てくる。はい、グラディウス行きます。クラッチだけでね、発進できちゃうんですよ。すごいですよね、これね。これだけで、ラダーのところに一瞬止まるじゃないですか、こういう状態でね。で、クラッチをつなぐだけでガーッと上がっていくんで、それぐらいのトルクあるんで、あと、粘りますよね、低速ですごく粘る。おそらく、まあ、ちょっと古いバイクなんでね、平成22年とかなので、まあ、排ガス、うんぬんっていうのが、ちょっとね、今のレベルではないと思うんですよ。で、今のオートバイって結構、アイドリングとかをかなり薄くしてるみたいで、でスロットル開けたときね、なんかいまいちだったりとか、そのあたりの、力がないとかね。で、場合によってはなんかパタッとエンジン落ちちゃうとか、そういうのが、まあ、輸入車に限らずね、日本のバイクにもあるみたいなんですが、うん、まあ最近乗ってこないんでね。なんて。でも、やっぱりあるみたいです。だからそういう、こう、なんでしたっけ、ブースタープラグみたいなのね、そういうのつけると、非常に力強くなると。低回転。最初のね、アイドリング付近からずっとね。っていうのがあるみたいなんですが、もしかすると SV もどうなんですかね。今の SV 私乗ったことないのでわかんないんですが、どれぐらいね、同じようなやっぱりトルク感なのかなとか、それだったらいいですよね。はい。うん、非常にエンジンは楽しい。もちろん V ツインらしいね、パルス感もありますし、もうパワーも十分、圧倒的ですよね。650cc あればね。そう。うん、楽しい。乗っててね、面白い。うん。面白いです、やっぱり。うん。やっぱエンジンを感じる。だから、ちょっと違うんですよ。CB190S はね、エンジンはあまり感じないというと変ですけど、エンジンがそんな主張してこないんですけど、やっぱり V ツインとかね、そういった、あと排気量が大きくなればなるほど、エンジンの存在感っていうのがやっぱ大きくなるのかな。で、それの最たるものが、やっぱり MT-01 とかね、ああいうのなのかな。で、MT-01 は乗ってて本当に面白いんですよ。で、排気量が大きいから面白いっていうのがあると思いますしね。うん、やっぱエンジンがすごく面白い。ただ、おそらく疲れている時とか、ちょっと気分がね乗らない時とかにはもう非常に多分苦痛になると思うんですよ。あれ乗るのが、
やっぱりそういうところですね。やっぱ癖がないとかね、乗りやすいとか、そういう存在をね感じさせないとか、そういうのはやっぱり非常にそういう時にもね、非常に乗ってて楽なんじゃないかなとかね、やっぱりそういうこと感じますね、だからシビア90SS これなかなかやっぱりこれのアドベンチャーモデルもやっぱり同じような感じだ。エンジンはね一緒ですからね、なかなかやっぱり長距離走れば走るほどね疲れたりやっぱりね嫌になってする時もありますからね、楽なんじゃないかなとかね思ったりします。グラディウスね本当にこうクラッチだけで発進できちゃうんで、あの渋滞路とか楽かもしれないですね。そんなにまあ楽っていうか、あの他のオートバイに比べたらね、いちいちこうスロットル当てないとこうね前に出られないよりはこうクラッチだけでクッってもう前に出ていけるので、でクラッチ別にそんな重くないですからね。だから渋滞路とかでも結構そういう発進停止が多いところでも楽なんじゃないかなとかね、いわゆるハンドリングがどうだとか曲がりがどうだとかそういうのはね私はねもうよくわかりません、はい、ただはっきり言うのはもう普通に走ります当たり前です、はい、変な癖はないですよね、はい、まあいつものねところをねこう道がこう荒れてるところなんです。清掃センター、あの清掃局の近くでもねでくねくねしてるんですけど、まあ普通でございます何か普通だって、はい、まあそんなところでですね、はい、で私戻ってきて、でちょっと、まあ、体調ねそんなに悪くまだ悪くなかったんでちょっとねなんか大丈夫だなと思ったんで、軽トラックのねタイロードなんとかをやったんですけど、はい、やったんですが、やっぱりね難しいですよ。やったことない、やったことあんのかな、昔本当に昔やったこともしかしたらあるかもしれないですけど、あのボールジョイントのね、ブーツ交換する、いやブーツを交換したんじゃなくてボールジョイント外したことはあったかと思いますね、でちょっと外したんですけど、ちょっとねありましたよね、ちょっとありましたよ ね。でこのままじゃもう乗れなくなっちゃうかもしれない、大丈夫かなと考えてみれば明日バイク取りに行くんじゃないかって、でなおとりあえずね新しく入れてくっつけたんですけど、はい、ネジ山がねこうタイロッドのっていうんですかボールジョイントの先端がこうあって、で緩み止めのピンを入れる穴が4つ開いてるんですよね。4個こうあってね十字に開いてるんですよ、要は上から見ると。でここのとこに要はこう挟んでこうやるやつありますよね、プラー ですごい硬いからそれで締めますよね、それでまあ、やり方が、まあ私のやり方が悪かったっていうのもあるかもしれませんが、要はね、ネジ山がだ、っていうかネジ、その先端がね、この穴が開いてるから薄いわけですよ。だそれがね、曲がっちゃった。ちょっと。だからもうネジは入れられないんです。ナットが入れられなかったんですよ。で、ナットが入れられないってことはどういうことかというと、そのままでもくっつけられないじゃないですか。ということで、何をしたかというと、私は削りました。はい。先端。穴のよりも上、要は、ネジ、ナットを止めるところは穴よりも下なので、だそこのネジはちゃんとまっすぐで生きてるんで、その上、その、穴よりも上の部分がちょっと少しね、変形してしまったために入らない、だからそこを削ってですね、そして私は入れたという とりあえず応急的なあれですが、はい、こんなことを私は喋って大丈夫ですか、売るときに査定に響きますよ、知らない見てないから大丈夫ですか、はい、とりあえずやりました。であとリアのドラムもね、とりあえず左側だけ、後ろも外してブレーキシューどれぐらい残ってるのかななんて思いながらね、結構残ってますね、本当に車あのフロントのブレーキパッドも結構かなり残ってますよね。本当に車ってすごいですね、8万キロでしょ、8万キロ走ってブレーキパッドまだまだ変えなくていい、ブレーキシューも変えなくていい、すごいですよね、本当に車ってすごいですね。だバイクって本当に何か足りない、なんかあれなのかなと思いますよね。だってバイクの方が軽いし、いろんな意味でね、そうだからバイクの方がそういうのが減らなくてもいいんじゃないかななんて思うんですけど、1万キロぐらい走ってなくなっちゃって、ブレーキパッドなくなっちゃってしますもんね。耐久性とかいうのを考えるとどうなんですか。私はいろいろ疑問いつもね疑問思うんですよ、タイヤのタイヤとかね、まあ、もちろんタイヤは接してる面積が少ないので減りは早いのは間違いないと思うんですけど、普通のねまっすぐ設置してるようにね、この円形のこの部分だけですから、
まあ、それは分かりますが、まあ、消しゴムの角を削るのと同じだっていうね、いう考えですけど、まあでも耐久、いろんな意味のそういう消耗品とかの耐久性っていうのはもう圧倒的に違いますよね。本当車ってすごいなってつくづく、昔の車でもそうじゃなかったと思うんですよ。ですよね。どうですか、昔から乗ってた方は。なんかね、そんな結構頻繁に変えてたような気もしないでもないのは私だけでしょうか。すいません、そんなね余計な話をまたさせていただいて、はい、あ、それでターセイのお客様がね、仕事帰りで寄っていただいて、でお乗り乗ってお帰りだったんですけど、すいません、これお土産いただきました。今日は山梨にちょっと出張で行ってきたんで、仕事でね、新規持ち、ありがとうございます、すいません、お気遣いありがとうございます。はい、どうですかね、ターセイね、とりあえずちゃんとやったんですけど、はい、ちょっとね音が出るとかね、そういう、まあ、ある意味つまらないことじゃないですか。それでね、やっぱりね、でも嫌ですもんね。車両自体はいわゆるオートバイとしてはいいと思うんですよ。あとそういう、あと ABS がついてるとかね。で ABS がついてる 125cc の車両ってないんですよ今。 NMAX しかないんですよね。なのでやっぱりつけてほしいですよね、日本のメーカーもね。ちょっとシグナスとかは本国、いわゆる台湾はついてるじゃないですか。もちろんレーシングも台湾の仕様はついてるんですけど、だそういうのをね早く入れていただいて、まあ、もちろんシグナスがいい、シグナスはちょっとね形、まあ、その好き好きがあるんであれですけど、 NMAX も、ね、金額的にね結構ちょっと高めですしね。だからそういった面でねあれですけど、前後ディスクブレーキで前後 ABS がついてるっていう車両があんまりないのでね、そういうのがちょっともっと出てくるといいのかななんてね、思ったりするんですけど、こんな感じで今日もですね、ちょっとやらせていただきました。はい、ここまでお付き合いいただいた皆様誠にありがとうございました。はい、なんか面白い話はないのかって、今のところはないかもしれない。せめて外を見せろ。ああ外ですか、残念。誰も通っていないなんてね、はい、そうですね。せめてね素敵なお姉さんとかをね、私の話がつまらなかったとしても、映像的にはね素敵なお姉さんとか見て、あ。とかね、いう、失礼します。